みそれもこんにちは。え、絵画骨董買取プロ周花堂の金子でございます。え、この丸い円のお主はあ吉原次郎、古代美術の吉原次郎のお作品でございます。 まあ吉原はです、ね、大阪市内の植物油の問屋の子供としてです、ね、生まれてです、ね、そして高校もまあ商業系の高校、関西学院の商業系の高校に進んで,です、ね、まあ、その家業を継ごうというふうな老い立ちをたどってくるわけですけれども、ある日です、ね、あのまあ、上山次郎という画家と出会ってです、ね、そこからほぼ独学でこの絵画の道、歩み始めていくことになります。 えー、この円というのがですねまあ彼の代表作として知られていますけれどもこれは、えー、とまあアクリル絵の具で描かれているわけですけれどもまあどことなくこの、まあ、色の対比なんかもですね、まあ、書の世界といいますか墨とであのまあ,あのお習字に行っても直されますけれどもこういった赤色の墨でですねあの対比しているというのはどこかこう日本的な書道の世界にも通じるようなそんな作品を発表していたわけですね。 まあこの丸というのはですね、あのまあ本人の中での,その葛藤ですとかその作品に対する妥協ですとか、まあ、そういうのがですね、まあ、あのエンドレスといいますかね、あの終わりがないという意味合いも含まれているということで晩年のこういった吉原次郎の縁の作品はですね、あの本当に、えーまあ、吉原自身の新感覚な境地を切り開いた代表作としてもまあ評価が高いというふうに言われております。 まあ具体美術、大阪のですねえ関西の美術家を集めて、新しい芸術を作っていこうということで、切磋琢磨したこの具体美術の世界が、今や日本だけではなくて、世界でも非常に評価を集めております。吉原二郎のこういった丸 の作品、絵の作品、本画はもちろんですけれども、版画でもですね私ども高く買い取りしておりますので、ぜひコンテンポラリーなら週稼働、現代美術も週稼働頑張って買い取りしております。どうぞお問い合わせをお待ちしております。介護コット買い取りプロでは、現代美術の買い取りにも力を入れております。具体を代表する吉原二郎の作品、 ぜひ私どもにお問い合わせいただきたいと思います。フリーダイルこちらまでゼロ一ニトロ一二六コットまでお問い合わせお待ちしております。